はい、えー、お疲れ様です。即果塾の久保です。以前、私の朝のライブ放送で問題になりました。10年後、15年後のこの国という話題なんですけども、今回ね、2040年になったら、都市部の生活、まあ、つまり東京なんですけども、この東京の暮らしはどのぐらい落ち込んでひどいことになるのか、こちらの方のシミュレーションが完成しましたので、お話ししていきたいと思います。まあ、シミュレーションといってもね、 お話ししなければならない項目ってのが多岐にわたるんで、今回は4つに絞ってます。1つ目が空き家問題です。2040年、東京でも人口減少が問題になります。今でも問題になってるのに、さらにです。空き家問題ね。空いた家に人が入らない。それだけではなくって、空き家にはどんな問題が起きるんでしょうか。ね。空き家の、ね、虫。 害虫、それからネズミ、こういったものは人が住まないともう誰も駆逐してくれません。どうなるんでしょうかね。はい。それからマンション問題です。実は一戸建ての空き家よりもマンションはもっと根深いです。なぜならマンション全体の住民がゼロになるまで、あそのプロセスとしてですね、このマンションの空き家が一つ二つと増えていって、 それでも暮らしている人がいるからすぐには問題が表面化しにくいんですよ。でも空き部屋ってところには当然人が住まなくなると先ほどと同じような問題が起きてきます。場合によってはわけのわかんない人が不当に住んだりします。さらには積み立て修繕費が集まりにくくって修繕しなくてはならないのに修繕しないまんま人が住み続けるっていう問題も起きてきますね。またですね、大体ね、 これタワーマンションに多いんですけども最上階っていうのが海外の投資家が買って誰も住んでないってい例がすでにあるんですよ。それがこれから5年後10年後に転売していきなり価格が高くなる。で、中間層から低層階っていうのは通常住む方が入るんですけどもそういった方はもうまたですね、その 自ら住んでいるタワーマンションの問題に気づき始めるということがあります。さあ、買い物問題ありますね。買い物も問題ですよ。そもそも都市部っていうのは、ほとんどの買い物を地方に依存してるんですよ。東京都心で製造してるものはほとんどないです。例えばコンビニメッド。ね。その食材っていうのは地方の供給によって賄われてます。でも、今、東京が地方からどん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 人口を吸い寄せて、 っってしまった結果どうなるかっていうと地方の空洞化が起きて地方で物が作られなくなりますその結果地方からの供給が徐々に先細っていって都市部には何も供給されなくなるんですよ、まあ、つまり東京は一大消費地なんですけどもその消費ってのは東京以外の地方に支えられているということはね嫌がおうでも知るよってことなんですよで4つ目ですけども犯罪とか害虫の問題が出てきます 害虫の話しましたよね。空き家の害虫って誰がどうするんでしたっけ誰もどうしようもないですよね。となると、例えば空き家にスズメバチが住み着いたらどうなるでしょうかスズメバチに国境はありません。隣や近所のお住まいになっている方に何らかの害を与えるんじゃないかなと思います。もちろんスズメバチだけではないですよ。国境のない 小動物、ネズミなど、それから小さなね、やらしい害虫っているでしょう。それがあなたのお家にも、密かに潜んでくるということは十分考えられますよね。はい。それではね、一つずつお話ししていきましょう。2040年、日本の都市部における高齢化社会がもたらす問題とでも題しましょうか。2040年、今から十数年後ですよ。 今30代の方は40代半ばでこの現実に直面します。日本の都市部では高齢化社会が深刻化して様々な問題が発生するということは皆さんも頭に入っていると思います。これからお話しすることは空き家、マンション、買い物難民、犯罪、害虫といった4点に絞ってお話をします。まだまだ問題あるんですけども、まずは空き家問題です。空き家の数の増加。 高齢者の一人暮らし世帯の増加や地方への移住、転勤に伴い都市部には空き家が増加していくというふうに予想されています。で、総務省の推計によると2040年には全国で約3630万戸の空き家が存在する可能性にたどり着き、うち約1800万戸が都市部に集中するというふうに考えられてるんですよ。ね、ですんで、東京都心に 空き家だらけという現象ですよね。これが起きてきます。その時、皆さんの住んでる街、皆さんの住んでるお住まいの周りには、果たして誰がいるのかってことがもうわからなくなります。今ですら、近所の人との関係がない中で、存在もなくなってしまうと、一体どうすればいいんでしょうかってことになります。で、これが放置された空き家の問題に変わってきます。放置された空き家、 そのまま放っておくとどうなるでしょうか当然管理が行き届かずに倒壊のきこ危,、ね、危険性ですよね。倒れてしまうとかね。それから害虫の発生。火災のリスク。自然発火などのリスクが生じます。また、景観の悪化とか、それから治安の悪化にもつながりますよね。そして、ゴミの不法投棄が一戸建てやマンションの空き部屋に起きるということもあるんですよ。なんとですね、 マンションの大家さんが空き部屋にゴミを置いてみたりとかそこにわけのわかんない人を済ましてみたりとかそういう風なねちょっと危険な状況に入ったりしますいに腹は変えられないとマンションのオーナーさんがいわゆる反社の人をその中に住ませる例もあるかもしれませんそして次に空き家の利活用の問題です空き家を放置しておくんではなくて有効活用することが重要になってくるんですがそのために 働いてくださる若者はすでに2040年足りなくなるんですよ。高齢者向け住宅、シェアハウス、店舗、駐車場、こういったものに回収しようとしても、結局、作業をする人がいないという問題になってくるんですよね。それが十数年後に起きる、都心で起きる問題です。皆さんのお住まいのトイレが壊れても、その時に果たして修理にいつきてくれるのか、それがわからなくなるよと、だいぶ待たされるよっていうのが現状です。二つ目。 マンション問題ですね。今お話したのは主に一戸建ての問題だったんですけども、マンションの問題、集合住とかの問題はこれ以上に深刻です。老朽化によって修繕費が高騰するってことがまず考えられます。1970年代頃に建てられたマンション、こういったものにお住まいになっている方がかなり多いと思います。いわゆる築50年ということなんですけども、2040年になると、なんと築70年から80年になるんですよ。このように老朽化が進んでいくと、 老朽化に伴い、大規模修繕が必要となり、修繕費が高騰する可能性があるんですが先ほどお話したように修繕する作業をする人がいないという問題があっていくらお金を積んでも誰も来ないという現実もにわかに起きてきますねそれから修繕費の負担の増加これは当然考えられます修繕費が高騰すると高齢者低所得者にとっては負担が大きくなり住宅ローンの返済とか生活費の支払いなどに支障が出る可能性がありますつまり、 金がない人に、いくらね、積み立て終電費を負担しろって,っても、もう無理だよってことになっちゃって、じゃあ、修理せずに降りましょうってことになるんですよ。そこに、首都直下型地震がちらついてくるというね、そんな未来でございます。そんなに遠い話じゃないですよ。十数年後ですからね、あっという間です。それから、修繕組合の運営が難しくなって解散する恐れがあります。高齢者ですとか、居住者の減少によって、 修繕組合の運営が難しくなり責任を放棄して修繕組合の組合長が飛んでしまうってことも大いにあり得ますそこまで積み立てられたお金を持ってドロンってやつですねご覧のような空き家問題ね今顕著に出てますけども今この左上に後ろ姿で可愛らしい女の子が投稿してる姿がありますけどもこういった方たちも15年後は30になるわけですよねっ 17、8の女の子が15年後、30を過ぎるわけですよ。その、女性たちがさらされる都市部の現実が今、こういった空き家問題として画像でたくさん集めてる、ここになります。ね。もうお遊びじゃないですよ。それから3つ目、買い物難民の問題です。高齢者とか、子供を持たない、あ、車ですね。車を持たない人の増加によって、買い物がすごく難しくなります。もうすでにね、 この移動式のスーパーとかありますけどもそこももうね手が足りなくて回りきれなくなってきますで地方は地方で、まあ、こういったね移動式スーパーのニーズがありますからとてもじゃないけども東京だけに回ることはできないんですよで地方ではすでに今この現実2020年代30年代に地方の移動スーパーは先に確保されちゃいますそうなってくると 都市部での移動スーパーっていうのはもう誰もなり手がいないというねこれがだから往復ビンタってやつですずっと人口が増加すると思って今の政策を続けていって5年10年経ってしまうとその途中で起きている人口減少にもはやついていけなくなるというねまあそういうふうな形になる可能性が非常にありますでスーパーやコンビニエンスストアはいきなり潰れます高齢化とか人口減少によって利用者が激減したスーパーやコンビニエンスストア都市部のところっていうのはあっという間に潰れます ある日突然昨日までやっていたのに今日から潰れるみたいなことも、ね、予告なく起きてきますで移動手段の確保これもすごく必要になってきますよね高齢者の方とか車を持たない人が買い物に行くためには公共交通機関や福祉タクシーなどの移動手段が必要となるんですがもうすでに現在公共交通機関の路線が不足して減らされている予算不足ですよね財政出動をしなくなった結果こういったことが これから5年後10年後にもっともっと顕著になりますさあもう移動する手段がなくって足腰が立たないそして仮に買い物してもそれを持って帰れるだけの体力がないそういった年代がワンサと都市部に押し寄せている時に一体この方たちはどういうふうになっていくんでしょうかはいそして4つ目です犯罪とか害獣の問題です害獣ってのは動物も含みますけども害虫害獣ですよね 主にはネズミになってきます。それからゴキブリです。まず、空き家への不法侵入は増えます。今でこそ増えてます。空き家は犯罪者にとって格好の標的です。空き家への不法占拠、窃盗などの犯罪が増加する可能性があります。大家さんですら怖くって、そういったところ、自分のね、持っているビルの空き部屋の確認が怖くていけないってことになっちゃいます。当然、その頃、大家さんはもうご高齢ですからね。で、害虫の発生です。空き家には、 蚊とかゴキブリネズミなどの害虫が発生しやすすくなります害虫は病気を媒介したり建物を傷つける可能性が大いにありますのでそういったところから建物が使用不可になってしまうということで大家さんはいきなり破産ということにもなりかねませんそうするとビルがきちんときれいにさら地になればいいんですけども今ねバブルの遺産としていろんな温泉地でマンションですとかあ温泉宿とか ホテルがが廃墟ななっっててるるような現象が東京都心でで起きるってことです。どうですかねいきなりそうなってしまうと、当然、東京に観光に行こうというインバウンドの需要は一気に失われます。今から準備してないともう遅いんですよ。プロジェクトマッピングなんてしてる場合じゃないです。あんなところに40億円、50億円ぶっ込む暇があったら、早くこういうことしないと、空き家対策。そして最後になりますけども、防犯対策です。空き家や老朽化したマンンションでは 防犯対策を強化することが重要になるわけですけども例えばね防犯カメラを設置したり窓やドアに防犯対策用の鍵を取り付けたりすることなんですけどもそれが今ほとんどされていませんこれからやろうと思っても果たして10年で間に合うのかなってことです1800万戸空きが出るわけですよもう途方もない空き家がこれからそして今量産されてるときに対策を打つんではなくてさらに新築のマンションを建てようとしてる一体 東京都ってのはどういういところなんでしょうかねしかもソーラーパネルを義務化するわけでしょますます建物を建てるコストが上がっちゃってもう新しく建てることが無理になってくるわけですよ仮に新しく建てても高くって地元の人は手が出せないってことになりますそうなるといよいよ海外の投資家がそういったところに投資目的で買って誰も住まないマンションがそのまんま誰にも使われずに廃墟になるそんな未来が 見えてくるんですけども皆さんどのようにお感じでしょうかはい、それではね次回は別の問題に切り込んでいこうと思います少子高齢化2040年この2つのキーワードで私たちの国日本にどんな悲惨な未来が起きるんでしょうかそしてその悲惨な未来は東京をも蝕んでしまうんですよ今から対策を打たなければ手遅れになります残念ながら小池都知事は手つかずそれからこれからやる意思もない 蓮舫さんんももちろんです。まあ、そうなってくると、減少、人口減少問題に真っ向を取り組もうとしている、そんな知事を東京都民が選ばなくてはいけないのかなと思うんですけども、どうでしょうかね。では今回は以上です。お疲れ様です。